はい、では定刻となりましたので、本日もウェブセミナーを始めてまいりたいと思います。改めまして皆さん、こんにちは。本日も本当にお忙しい時間帯にですね、お集まりいただきましてありがとうございます。改めまして、本日登壇務めさせていただきますセールスの学校の中山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。後ほど改めて自己紹介はできればなと思います。で、本日なんですけれども、若手社員の意識をぎゅっと締め直して行動をガラッと変えるフォローアップ研修説明会というところで、フォローアップ研修ですね、我々が提供しているフォローアップ研修がどういうものなのかというところをお伝えできればなと思います。時間は本当に30分という短い時間ではありますが、30分も多分かからないかなと思います。多分20分ぐらいで終了すると思うんですけれども、内容をお伝えしていきたいなと思います。で、改めてですね、ウェブセミナー参加にあたっての注意点というか、お伝えできればなと思います。私がここから約20分少々お話をさせていただくんですが、ご質問ございましたらですね、おそらく皆様がご視聴いただいている画面の下あたりに Q&A というボタンがあるかと思います。そちらから私に質問ができますので、もし不明点ですとか、あとはこういった場合どうなんですかみたいなですね、ご質問があれば遠慮なくお送りいただけたらなと思います。で、こちら最後に Q&A コーナーというところでまとめて回答させていただくので、その際に回答させていただくというところです。で、回線の都合等でこのルームを出てしまったという場合はですね、事前に事務局からメールが届いているかと思います。そちらの URL がですね、まだ有効ですので、再度ご入室いただけたらなと思います。で、過去一度もないんですが、弊社都合でですね、回線が途切れてしまったという場合はすぐに復旧をいたしますので、少しお待ちいただけたらなと思います。で、ウェビナー終了しましたら、ご退室後にですね、アンケートの画面に自動に切り替わるように設定をしておりまして、こちらお答えいただいた方には、今お見せしている資料ですね、研修概要だけではなくて、情報提供の内容とかもお伝えしますので、この資料をそっくりそのまま PDF でプレゼントいたしますというところで、内容のブラッシュアップしていきたいなと思ってますので、ぜひアンケートのご協力もいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。改めて私の自己紹介なんですけれども、先日ですね、ホームページ改訂に伴って、新しく 写真を撮影しまして、写真も追加してみたんですが、セールスの学校の中山と申します。93年生まれなので、今年で28歳になりますね。で、出身がちょっと兵庫県ということで、イントネーションがおかしいというか、違和感があるかもしれないんですけれども、ご了承いただけたらなと思います。2016年に大学を卒業しまして、今、セールスの学校に新卒で入社をいたしました。初めは土新規でテレアポとかですね、飛び込みとかですね、いろいろやってたんですが、今は主には弊社の研修を販売いただいているパートナー企業さんですね、いわゆる代理店さんのやり取りですとか、私自身もインサイドセールスとして営業を行っております。あとは秘書兼務なんかもやってるんですけどね。メインはですね、今おかげさまで開催できております500社2000名規模で行っている教育研修の、こちらの運営責任者として活動をさせていただいてます。で、いろんな研修企画とかですね、運営を行っていく中で、社長さんなり人事の方なり、あとは新卒の方とか、他には管理職の方とか、本当にいろんな人と関わってきたからこそですね、伝えられる生きた情報があるんじゃないかというところで、本日の登壇を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。で、早速内容に入っていきたいんですが、結論を先に申し上げますと、こちらのウェブセミナーのですね、申し込みページにもデカデカと書かれていたかと思うんですが、ご参加いただきました企業さんにはですね、我々が提供しているこのフォローアップ研修、無料でご招待させていただきますよと、こういう趣旨でございます。日程とかですね、もろもろは後ほどご案内ができたらなと思います。なかなか研修を無料で受けられることもないかと思いますので、内容も聞いていただいてですね、ご判断いただけたらなと思います。で、本日簡単に2部制ということでお送りしてまいります。第1部は、
まあ、なぜフォローアップ研修がこのタイミングで必要なのかっていうお話をさせていただいてですね、じゃあ、 セールスの学校の研修どんなことやってるのということで概要をお伝えさせていただきます。で、最後にまとめとご質問いただいておりましたらお答えさせていただくというところで進めてまいります。で、まず第1部のフォローアップ研修の必要性というところなんですが、まあ、弊社のセミナーご参加いただいている方は定番かと思うんですけれども、数字クイズからいきたいと思います。社会情勢の変化によりというところで、一つこちらアンケートございましてですね、コロナウイルスの流行によって新卒若手への研修に影響がありましたかと。で、 97.3% の企業様、まあ、ほぼ 100% ですね、どうなったかと、まあ、ある程度お察しはつくかと思うんですが、研修を中止もしくは変更しましたという企業様がほぼ 100% ですね。まあ、なかなか弊社も研修を提供している側ではあるんですが苦戦いたしまして、まあ、中止はしなかったんですけどね、一番ピークだった昨年も急遽ですね、このような形で Zoom のオンラインクラスを作りまして変更いたしました。まあ、リアルとオンライン両方でも受けれますよというところで対応はしたんですが、まあ、我々が変わっているというところはですね、まあ、社内で教育をされている皆様のこう人事部とかですね、人材開発部の皆さんも研修の中止とかですね、変更を余儀なくされたんじゃないかなと。で、今現在もですね、おそらく満足のいく教育はできてないんじゃないかというところを推測しております。で、どういうふうに変わったかと、まあ、中止はちょっと致し方ないかなと思うんですが、変更した企業様、どういうふうに変えましたかと聞くとですね、まあ、ざっとこのような形です。一番多かったのが、やっぱりこのリアルでやってたものを e ラーニングという形で、まあ、動画視聴ないし、オンライン研修とかですね、こういった形で研修のスタイルを変えましたという企業様が一番多かったです。で、2つ目は社内研修オンライン、まあ、これもほとんど同じようなところですね。1位、2位はまあ動画化もしくはオンライン化というところで、リアルではなくても、まあ、いつでもどこでもというところでのスタイルに変更されたという企業様が多いと伺っております。あとはですね、まあ、これは研修というか教育に関わってくるかなと思うんですが、いつも行っていた OJT ですね、社内教育、こちらをリモートで行いましたと。まあ、よくあるパターンで言うと、始業時と終業時はオンラインで、チームでミーティングしたりとかですね。あとは、1時間に1回、上司と部下で連絡を取って、ほうれん草したりとかですね。あとは、まあ、週に1回、このような形でワンオンワンでね、上司部下で、オンラインでつないで面談をしたりというところで、まあ、この会社の中で人を育てると、いう仕組みがもうまるっとリモートになってしまいましたっていう企業様も少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思います。でですね、このように研修を変更したことによってどのような弊害が起こりましたかというところもアンケートございまして、研修を中止変更した結果、例年の新卒若手社員と比べてどのような能力に影響がありましたかというところをですね、企業側にお尋ねしたところ、圧倒的1位だったのがですね、上司とのコミュニケーション、まあ、上司に限らずですね、社内でのコミュニケーションが非常に薄くなった。で、新卒若手社員自身のコミュニケーションの取り方っていうところにも課題問題が出てきましたっていうところを伺ってます。で、これ実際にですね、今年度弊社の新人若手向けの、まあ、フォローアップとはまた別にパッケージがあるんですけど、それを受講いただいている企業様からよく伺うのがですね、特にこの、まあ、本日で8月も終わりますけれども、8月になって業務に慣れてきたのか、ミスが目立つようになりました。で、あとは言葉遣いとかですね、やっぱりリアルだとこうその場その場で是正ができるんですけど、それがなかなかしにくいのか、まあ、マナーのところの観点もですね、まあ、最低レベルと、これは伺った言葉はそっくりそのまま書いてるんですが、言葉遣いもここ数年の中では最低レベルですと。で、上司というよりかはちょっと友達感覚で、なんかサークルの先輩みたいな、ね、そういった感覚で、話しかけてくるようになったというふうに上司の方は感じていらっしゃるそうです。まあ、これがいわゆるコミュニケーションの部分ですよね。問題課題として上がっているコミュニケーションの部分かなと。
で、目標行動管理が十分にできておらず、指導のしにくさを感じるというところです。これはですね、例えばなんですけれども、弊社で言うと、今うちは完全にリモートとかはなくてですね、普通に出社してるんですが、目標とか行動管理っていうのは、デイリーで面談をしたりとかですね、あと効果的なのはホワイトボードに、各個人の数字とかですね、アポイント数とかですね、数字達成率っていうのを全部見える化しているので、結構それにこうなぞらって指導とかができるんですけど、リモートだとそういうことができないとかですね、見える化ができないとかですね、そういうところで、若干のこの指導のしにくさっていうのは出てきてるのかなというところです。ただなかなか管理職とかですね、上司の方は育成に対する悩みは尽きないかと思うんですけれども、この一方の新卒若手社員の子たちって、他のウェブセミナーとかでもよくお伝えはしてるんですが、非常に成長意欲が高い世代の子たちが多いんですね。で、実際、これ本日はデータをお持ちしてないんですが、就活生にとったアンケートで企業選びの決め手、就職する会社の決め手になった項目は何ですかって聞いたところ、ダントツ1位で自分が成長できるかどうかっていうところを基準として選んでたんですね。確か2位と倍差ぐらいついてたと思います。6割ぐらいですかね、の就活生の子たちが自分が成長できるかっていうところを、非常に気にしてると。で、実際弊社の研修を受けていただいてる新卒の子とかですね、若手の子たちにアンケートを取っても、結構その上司とかですね、きちんと教えてもらえないとか見てもらえないっていうところが不満として上がっていたので、この成長意欲の高さっていうところと、あとはキャリア志向とかですね、このあたりは最近のこの新人若年層の特徴傾向としては確実に言えるところなんじゃないかなと思います。じゃあこれだけ成長意欲も高ければ、この秋頃とかですね、入社半年経ってとか年次が変わって半年経ってっていうこの時期タイミングで、特にテコ入れとか必要ないんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、これはですね、一つ新人若年層の成長意欲とかですね、キャリア志向とかにはまた別問題で、この図見ていただけたら分かるんですけど、人のモチベーションっていうのはですね、上がったり下がったりありますよと。で、これどういう図かと言いますと、新卒若手社員のメンタル面とかですね、モチベーションの上がり下がりを表した図です。これが学術的に証明されてるんですけれども、例えばですね、この左上のいわゆるハネムーン期と呼ばれるところ、ハネムーンって分かりますか？僕は結婚してないで分かんないですけど、ハネムーンってあるじゃないですか。新婚ほやほやで、で多少のですね、嫌なことがあったとかですね、仕事でいう、上司に怒られた、お客様に迷惑かけたとかですね、そういうネガティブなことが起こってもあんまり気にならないんですよ。気持ちが高ぶってるので、入社当初っていうのは、いわゆるこれが4月から、ゴールデンウィーク手前ぐらいにかけての時期をハネムーン期って言うんですけれども、これがですね、ゴールデンウィークを超えるとどうなるかっていうと、下降傾向になるんですね。これなぜかっていうと、1ヶ月ですね、気を張って働いて、連休中、今はちょっと帰省とかの制限があったかもしれないんですが、地元の友達とかとですね、仕事を就職してみてどう、何年か続けてるけどどうみたいな話をですね、地元の友達とする中で、やっぱり口をこぼしたりとかですね、隣の芝生が青く見えたりっていうところもあって、で連休明けなかなか仕事モードに切り替わらず、どんどん下降していくというデータがあります。で、これ最後の終着地点がカルチャーショック期って言われるまさに今ぐらいなんですよね。お盆明けとか、この秋頃にこう入ってくるタイミングで一番下まで落ちてしまうというところがあります。これカルチャーショック期ってあるんですけども、初めのうちはいわゆるハネムーン期で多少の不平不満とかですね、理不尽さを感じても気にならなかったのが、現実をですね、乱す時期に陥るんですよ。で、これをですね、いわゆるどう引き上げていくのかっていうのが定着の鍵になるわけです。
新入社員の方であればもちろんこの現実を知ってですね、仕事しんどいなと思ってくる時期にどうやってこの適応期まで引き上げるか、モチベーションを引っ張っていくかっていうのがまず一つ重要で、もちろん若手社員の方にとってもですね、毎年毎年これ新入社員に限らずこの波っていうのをやってくるものなので、年次が変わって後輩が入ってきてモチベーションが高まってけど、それが慣れてきて下がっていってっていうのが、これ毎年毎年、新卒若手限らずですね、起こってしまうことなので、毎年起こるこのカルチャーショックっていうですね、下降の時期をどういうふうに引き上げていけばいいのかっていうのが、定着させていく鍵なんじゃないかなというところで、フォローアップフォローアップっていうふうに、うちに限らずいろんな企業様とかですね、いろんな研修会社様がだいたいイメージ9月10月とかですね、いわゆる秋以降に開催をされるイメージがあるかと思うんですけれども、それ実は理にかなってまして、こういう理論理屈っていうのがあるわけですね。なので、我々もこれにのっとってですね、きっちり引き上げていこうと、モチベーションを高めていきましょうというコンセプトでフォローアップ研修をこの度開催いたしますというところでございます。で、実際内容に入っていきたいんですけれども、目的としましてはですね、モチベーションが下降しているというところの、特効薬としては、やっぱりですね、新しい目標ですとか、新しい行動計画を立てさせ、それを推進させるというところで、いきなりですね、マインドセットのようにモチベーション上げろって言っても、なかなか腹落ちしないと思うんですね。ので、自分自身の行動を改めてそれを継続させることによって、行動からモチベーションを高めていくと、こういう我々はスタンスというかアプローチの仕方で行っております。で、プラスですね、これは冒頭にもお伝えしたように、上司とかですね、管理職社内の方からなかなかこうコミュニケーションがうまく取れてないなと、うまくお客様とやり取りができてないなというところを生の声としていただいたので、コミュニケーション能力の向上というところもコンセプトでやっていこうかなと思っております。で、内容についてはですね、ざっくりお伝えしますと、いわゆる PDCA サイクルの中にある P と D ですね、 P と D、プラン目標の設定と D、Do ですね、行動計画の策定っていうのをまず前半で行います。で、この目標もですね、ただ単に会社から与えられた目標ではモチベーションが高まらないというふうに考えてるんですね。もちろん業務命令としてですね、何月はここまでやれ、今年はここまで行けというふうに目標が落とされてるとは思うんですけれども、それを追うだけではなかなかですね、自分のそれこそ成長とかキャリアっていうところと紐づけることが難しい世代の方たちですので、もちろんこの成果、会社から定められた目標に対しての成果目標っていうのはもちろんなんですけれども、例えば今までできなかったことができるようになりましたっていうこの成功体験も積ませていきたいなと思ってるので、成果目標だけではなくて成長目標っていうのも立てさせます。この成長目標はですね、一つ立て方の理論があるんですけど、目標設定の。それに基づいて、ワークとかを踏まえながらですね、いついつまでにはこれができるようになるっていうところで、会社の目標を追うのはもちろんそうなんですけど、それと別軸でですね、自分が成長していくためのモチベーションを裏側でこう高めていくという狙いもあるんですが、そのための成長目標というのも立ててもらいます。で、目標を立てたらですね、それで終わりではなくて、それを達成するために日々どんなことをやればいいですかというところで行動計画も立てていきます。で、この行動計画の立て方で、おそらく他社の研修会社様と一番違うだろうというところはですね、一般的な Do、いわゆる行動計画の立て方というと、目標に対して必要な行動を洗い出して、それに優先順位をつけて、いわゆるタスク化の要素が強いかと思うんですけれども、我々が行っている行動計画の立て方っていうのは、ですね、タスクを、作って、それをこなすというのはですね、わりかしこう当たり前の部類に入ると思ってまして、やるべきことはやって当然だというところで、じゃあこれをこなすのは当然として、プラスアルファでどんな工夫やチャレンジ
を設定しますか、それに取り組みますかというところも合わせてですね、二軸で行動計画を立てさせるんですね。で、これ何がいいかと言いますと、まあ、研修はあのワンデーで終わってしまうんですけれども、その後もこの受講者の皆さんが立てていただいた P と D をですね、社内でフォローいただくことによって、で受講生はタスクだけではなくて工夫チャレンジっていうのも立てているので、これをですねどん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 管理監督していくことで、やるべきこと、やらないといけないことしかしない、いわゆるあの作業寄りの人間ではなくてですね、日々プラスアルファの工夫とかチャレンジっていうのをし続けられる人材に育ちますよというところで、まあ、本来はですね、複数日程用意してそれを継続させて習慣化させてっていうのが、まあ、我々 の別枠のプログラムでは狙いとしてあるんですけれども、まあ、今回はワンデーというところで、P と D の設定まで行いましてですね、それをぜひ会社に持ち帰って、会社の社内の人がですね、人事担当者なり現場の上司なりがフォローしてくださいねというところで、まあ、P と D の設定まで行います。P は成果目標と成長目標で、行動計画はタスクと工夫チャレンジ、それぞれ二軸で設定をさせて、モチベーションを高めていきますよというところです。で、最後にですね、こちらのワークですとかディスカッションゲームを通じて、まあ、これコミュニケーションのゲームを最後に用意しておりまして、まあ、いかにですね、伝えることが難しいのかというのをご体感いただけるようなワーク、気づきにつながるような体感ワークを用意しておりますので、こちらで、締めという主に3ステップのコンテンツ、カリキュラムで構成をしております。で、対象としてはですね、まあ、新入社員の方はもちろん、今年ちょっと4月から満足に教育ができてないなという方がいらっしゃればですね、新入社員の方ももちろんご参加いただいて大丈夫ですし、あとはまあ20代後半ぐらいの社員の方なので、新人からいわゆる若手ぐらいの幅であればですね、何ら問題なく受講いただける内容かなと思います。で、内容については本当に目標の立て方、行動計画の立て方、コミュニケーションというところで、どの業種職種であっても必要な要素に厳選してお伝えしておりますので、全業種全職種問題なく受けていただけると思っております。あとこの研修内容はですね、我々が行っている研修の中でも最も行動が変わって、最も受講者そして、送り出していただいた企業様側からご好評いただいているコンテンツに厳選しておりますので、これは本当にご期待いただければなというところでございます。で、気になる費用のところなんですが、まあ、これは申し込みページで事前にお伝えをさせていただいているんですけれども、1社様5名まで、無料で受講できますので、まあ、新人若手の子たちですね、まあ、どの子行かせようかなというところ、まあ、5名様までお選びいただいて、送り出していただくと。で、1社1名からご参加いただけるスタイルなので、まあ、他社のですね、同年代の子たちと交流しながら学んでいただく、こういったスタイルでございます。ただこれ一つですね、無料ではあるんですけれども、条件といいますか、お願いがございまして、この新人若手の子たちが受講している様子をですね、人事の方、まあ、リアルの会場であれば後ろの方に席用意しております。で、オンラインであればミュートカメラ閉じていただいて、見ていただくという形でご見学をお願いしております。まあ、これは受講者がどういったことを学んでいるのかというのを社内の方にも知っていただきたいという狙いもありますし、まあ、何よりうちの研修どういうものなのかというのを人事のご担当者様に見ていただきたい、こういった理由もございまして、人事の方が30分以上ですね、後ろの席ないしミュートカメラオフでご見学をいただければ、新人若手の子たちの受講料は一切いただきません、5名様まではいただきませんよというところで、今回は無料で開放をいたします。で、場所なんですけれども、リアル開催はですね、大変恐縮ながら東京のみとなっておりまして、我々がまあ、本日もその横でまさに研修今やってるんですが、五反田にですね、我々のセミナールーム研修ルームございますので、こちらで開催をいたします。で、東京以外の方はですね、まあ、1都3県ぐらいの方であれば通っていただけるかなと思うんですが、以外の方はですね、オンラインクラスもご用意しておりますので、こちらから全国から環境さえあればご参加いただけるというところでございます。
で、スケジュールなんですけれども、東京クラスについては9月から来年の1月にかけて、約月1回開催いたします。で、これ全日程ですね、全く同じ内容を行いますので、どこか1日程お選びいただいて受講いただくと。で、これ1時から5時の 4時間研修ですね、半日研修になっています。で、Zoom についてはですね、同じく10月、11月で1時から5時の4時間です。まあ、Zoom は特に、枠というか参加人数の制限がありませんので、気にせずご参加いただければなと。ただ、東京クラスについてはですね、だいたい1クラスで30名ぐらいで1回定員をちょっと切らせていただこうかなと思っているので、もしかしたら直近の日程とかはご希望に沿えないかなと思うんですが、まあ、11月以降とかはですね、まだまだ空きがありますので、ご都合が合えばぜひ、参加していただければと思います。で、1社5名様までというところでお伝えをさせていただいたんですが、まあ、極力他社の受講生の方と交流していただきたいので、まあ、極端な話なんですけど、東京会場で受けます1社5名ですってなったら、この5日って全部に1名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 っていうふうに分けていただくとかですね、さすがにそれは期間が空きすぎちゃうからということであれば、9月に3名、10月に2名とかですね、いう形で分けていただけると、よりいろんな方と交流していただいて、こう刺激も受けられるっていう効果もありますので、ご協力いただけたらなと思います。というところで、一旦研修の ご案内まで、もう間もなくですね、もう30分ですね、早いですね。で、ご質問今いただいたので、一つお答えしたいなと思います。はい、人事担当者のみ見学させていただくことは可能でしょうかというところなんですが、可能です。ありがとうございます。ご興味をお持ちいただきましてありがとうございます。新人若手、参加させる対象者がいないなけど、外部の研修一回見てみたいなというご担当者様いらっしゃればですね、こちらの基本的にうちの研修フルオープンで見学可能にしていますので、この研修に限らずですね、管理職研修とか、あとは実際にプログラムとしてやってる新人若手研修っていうのも随時見学いただくことができますので、これはこれでお問い合わせいただけたらなと思います。ご質問いただいた内容については、人事ご担当者様のみご見学いただくことは可能でございますというところで回答させていただきます。はい、ご質問は今のところ大丈夫かなと思いますので、もしここってどうなのっていうのがあればですね、退出後のアンケートにおそらくフリー記入欄があるかと思いますので、そちらにご記入をいただけたらなと思います。はい、もう一ついただきましてありがとうございます。ウェブではディスカッションなどしづらいと思いますが、何か工夫されていますかというところでありがとうございます。Zoom っていう、今まさに皆様に受講いただいている Zoom っていうアプリを使用してオンライン実施するんですけれども、この Zoom というのがですね、非常に便利になっておりまして、例えばなんですが、今この状況で言うと私と皆様っていう状況で基本的に講義が進んでいくんですけれども、グループワークの機能が備わっておりまして、例えば30名1クラスで行っていたら、裏側でですね、5名1組のディスカッションチームっていうのを作ることができるんですね。で、ワークスタートで、こちら側でポチッとボタンを押すとですね、それぞれで5人1組のオンラインルームっていうのが出来上がるんですよ。で、それを我々運営側がこう見て回ってですね、部屋を出て入ってして見て回ってっていうところで進められるので、ディスカッションとかですね、いわゆる他者とのやり取りっていうのは本当にリアルと遜色なくできるっていうところは、実際に我々も昨年と今年とですね、オンラインで研修を行って、これはもう間違いないなというところで感じておりますので、まあ、リアル、そして、オンラインですね、遜色なくご受講いただけるというところはご認識いただけたらなと思います。ありがとうございます。